ああ、いやいやいや、ああ、空青い。はじめまして。はじめまして。俺の名前はカテジっていうんだ、よろしくな。カテジ。どうも、ブルースプリングデカオ。人は俺のことを青春デカそう呼ぶぜ。あれ、ウィスパーになってる今。なんと、今日この後初めての警察体験があるんですよ。おお、なるほど。そう、もうそれでちょっと今ウキウキでこの街にやってきたのに、今のでケチがついたぜ。警察まで行こうか。え、いいの？あ、いいよ。なんてやつだよ。今日は門出の日。あ、でもまあまだ体験か。体験なんだよまだ。まあでも合格したも同然から。うわ、めちゃくちゃ近い。めちゃくちゃ近いぞ。めちゃくちゃ近かった。 ありがとう。頑張るんだぞ。ありがとう。最後に名前だけ教えてくれ。俺の名前はブルースプリングで。おい、まだ言ってる。まだ喋ってる俺が。あいつあいつな、クソ、連絡先聞いとくべきだった。クソ、やられた。当たり屋かよ。まあでもまあ8時だから、あんまり早めに行っちゃうとちょっとなんか張り切ってるみたいで、なんか軽い男に見られそうだから、俺時間ギリギリ社長出勤で行くわ。そっちの方が大物っぽいわ。早めからいるとちょっとなんかどうしても警察になりたいっぽい。そんなやつさ欲しいか。いや、そんなのよりさ、時間ギリギリ1分前とかに現れてさ、堂々としてる男の方が欲しくない？普通に考えて。俺張り切りまくりだから今。久々のこの青空の下、俺の青春力も高まってるぜ。あの旗、将来俺の顔になるのか。ちょっとこの辺に隠れとこう。この辺に隠れといて、デカデカと現れるわ。デカオの夢は警察のトップになること。まあそうなっちゃうよね、さすがに。やっぱでけえ男になるために田舎から出てきてるから俺。まあようやくするとそういうことになっちゃうか。まあそうだよな、人望とかは結構厚い方だから時間の問題か。うわ、どうしよう。ちょっと怯えてなきゃいいけどな、警察の人たちも。こんなにでけえ男出てきちゃったらちょっとどうだろう。様子見とこう。今頃多分これから俺が来るのに備えて多分準備してるぞ。あの紙で作った輪っかとかさ、飾りつけてんじゃない。ちょっともうちょっと近くで見よう。今頃準備してんだろうな、ウキウキで。おっとっと、危ねえ危ねえ危ねえ。まだサプライズだから、時間ギリギリに俺行くから。やっぱりちょっと俺同化しとこう。ここでバレてない、バレてない。ちょっと、うわ、やばい、見つかっちゃう、見つかっちゃう。やばい、俺のこと待ってるぞ。多分準備してるよなあれ。うわ、どうしよう。これはどうなっちまうんだ。ちょっとさ、ところで警察って何すんだろう。見つかってない。あ、やばいやばい、逃げろ。はっ、はい、危ねえ。よしよし、俺もう何も食わねえ。俺何も食わねえからよ。俺腹減っても何も食わねえんだ。だってこの町には腹すかして泣いてる子供たちがいるんだから、俺だけ食うなんてことはできねえよな。俺ぶっ倒れても何も食わねえ。カテジを呼ぶためにな。うわー、あと10分ぐらいあるよ。どうする、しりとりでもする？みんな、お、先輩たちやってんねえ。先輩たちやってんじゃん。なんかめちゃくちゃ鳴り響いてない。大事件じゃないのこれ。追跡中に腹減りダウン、先輩に迷惑かけるっていう未来が。なんなあるか。なんか飛んでなかった今。あ、なんか空飛んでなかった。鳥か。わ、なんだ。ま、俺には関係ねえか。しょうがねえ。なんかみんながどうしてもって言うから俺ご飯食べてあげよう。ちょっとじゃあ待って。俺ご飯食べるかどうかみんな次第だから。みんなうちわで俺にちょっとあれを送ってくんないと。声援を。ご飯食べてーっつって。声援送ってもらわないと俺ご飯食べない。そうしないと俺ご飯食べないけど、どうする？倒れちゃってもいいってんだったらまあ、あれだけど。ゆっくり。さっさと食え。しゃーないしゃーない。倒れて体験遅刻。でけえ登場すぎる。初登場でけえよ。第1話。でってでで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 でつって登場。青春でか。特殊刑事か。ポン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 ティントンティントンティーンってあの、のんきな音楽流れて最初な。両津たちが喋ってんのよ。先輩、どうやら今日特殊刑事課からなんか新しい人が来るらしいですよ。また特殊刑事課か。あそこのやつにはろくなやつがいねえからな。両ちゃん来たわよ。つって、ブン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 って車の音する。いやー、こんにちは、スーパー貧乏人の諸君っつって。俺、あ、車持ってくればよかった。車持ってくればよかった。クソ、スーパー貧乏人の諸君っつって出てけばよかった。クソ。
ちくしょー、忘れた。うわ、でけえ登場になると。ちょっとレギオン帰る？一回レギオン帰るか。ちょっと間に合うかな。車で登場した方がでかくない？さすがに。今どこにいる？俺がいるのよ。ワンちゃんいけるか。ワンちゃんいけるな。行くぞ。せっかく送ってもらったら。こんばんは、武装や、武装やめろ。あと7分、ちょっと。やばいやばいやばい、急げ急げ。おい、急げ、ちくしょう。もどかしい、この足動けよ。てやっ。そして、どうだっけ。この辺で、よし、これで。こうか。嘘だろ。嘘だろ、俺の車。ちょっと、おい、こんなんで。ちょっと待てよ、でも直しに行ってる時間ないよな。うわ、最悪だ。置いてくれよかった、こんな車。こんな車、置いてくれよかった。最悪だ。ちょっとどうすっか、うわ、しゃあねえ。まあいいや、大丈夫。車がこれでも、威勢だけよく行けば多分かっこよく見えるから、大丈夫。気持ちだから、気持ちで負けんな、みんな。そういうとこだから。これでもだってさ、ガクトがこれに乗って出てきてごらん。もうかっこいいだろ、それ。そういうことだよな。俺大体ガクト、ローランド。まあ同種だから、それで言ったらこれでもかっこいいだろ。はい、行こう。よし、ちょっと、あ、やばい、見つかっちゃう。やばい、見つかる、見つかる、やばいやばい。ハードボイルドに登場するのに、ちょっとそうはいかん、そうはいかんぞ。撤退。ダメだよ、ダメ。時間前行動はダメ、小さいから。ダメダメダメ。時間ギリギリ、もしくは遅れて登場、これ鉄則だから。だからちょっと見つかるわけにいかない。まだ背後見といて、向こうにいたよな、ポリス。背後見といて、ここで残り1分まで待機するわ俺。で、第一声分かってるな。いやーって入ってく。オッケー、いい。ちょっと発声練習しとこう。いやー、これね。これでまず、でけえ男が来たっていうのを知らせる。これもう警察のサイレン俺いらないから。この俺の声が今後この街を守るサイレンになる。いやー。行くぞ。よし。ちょ、むず。操作むず。操作むず。ドアもない。社会不適合じゃねえんだよ。社会が俺に適合しろ。行くぜ相棒。まず目標物確認。あそこに突っ込んでいくぞ。目標物確認。ちょっと待って。おい、冷静に見たら車やばいってこれ。車ちょっと行くぞ。どうだ、駐車場どこだ。駐車場どこだっけ。向こうか。はい、動け動け。あれ、開いてない、開いてないぞ。入れないのか。あれ、だって俺のプランが狂った。プランが狂った。どうしよう。俺すごい勢いでこっから入場していこうと思ってたのに。試しに突っ込んでみるか。いけるのかこれ。今度あの車出てきた時に行こう。よし、あ、やべ、よし、行くぞ。あ、そういうことか。イエーイ、どうもどうもどうも。俺ですよ。武装じゃん。武装じゃない、ブルースプリングデカオ。青春デカ。あれ、聞いてないです、もしかして。武装どうしたの。武装じゃないけど聞いてないですか。今日俺今からなんだと思います。襲撃。違うわ。おい、違うだろ、どう考えても。襲撃だ。襲撃だ。おい、やめろ。違う。おい、逮捕すな。違う。俺だよ、俺。ブス男じゃない。ブス男じゃない。ブス。青春野郎どうした。青春野郎、ちょっと話通ってないかな、小腸。困っちゃうな、ちょっと。あれだ、貴様。え、なんかついてるぞ、マークが。え、マーク、お、何ですか、マーク。若葉がついてる。この若葉のマークがつきながらにして、ここに堂々とやってきてしまった男、今日何しに来たかというと、今から体験を入れさせていただいてるんですけどね。ああ、このマーク外さないと体験できないんじゃないの。そうだ、無理だ。あ、そうなの。え、嘘。うん、いい。意外とご飯いっぱい持ってる。あら。見られてる。ご飯あげないと、ワンちゃんご飯欲しいって。あ、ご飯、え、漬け。ご飯あげたら、ちょっと、じゃあ、若葉外してもいいです、これ。こうか。外れちまうのか。おっと、殴っときゃよかったな。うわ、え、殴っときゃよかったって言った今。おめでとう。聞き間違いか。前に殴っときゃよかった。俺とんでもないこと言ってるこの人。ダメージ食らうか、ちょっと。おい、ちょ、そんな、そんなお試し感覚で殴るんじゃないよ。左下にあるなんか。うん、あ、すごい。やばい。じゃあすごい。お試しなんてレベルじゃないって。ボディーブローはダメ。殺す。え、もうメスいらない。え、俺こんなとこに入ろうとしてんだ今。ちょっと
ってきます。行ってきます。引きずり方が雑。病院行こう。病院。あ、病院運んでくれてるんだ、ありがとう。メスいらないんだ。あ、いらないね。もうこのままで対応できてるんですね。うん、こんな形でそれを確認することになろうとは。この町良くなったね。ああ、良くなった、うん、あらあら、これこの町なんか正すべきところが身近にあるな。もっと